面白い。よっしょ。苦しくない。いや、苦しゅうない。おはよう、あんちゃん。ギリギリセーフだね。どうしたの、その格好。朝の挨拶運動やったんやけど、ただやっても面白くないからね。コスプレ同好会のみんなにも協力してもらって、戦国武将になってみたんだ。僕は明智光秀。いいじゃん。よっ、コスプレ会長。はあ、ホームルーム始まるぞ。あ、ほんとだ。じゃあね、明智くん。お待たせ。待った？ううん、今来たところ。今日もたらい船は大盛況。そうね、今日もたくさんの人に乗ってもらったわ。もうすぐ大垣祭りもあるしね。そっか、お祭りもあるもんね。お姉ちゃんは誰と行くの？毎年友達と行っとるけど、今年はあんと行こうかな。どう？うん。あんちゃんはお祭りと言ったら屋台がメインだもんね。そんなことないもん。そうだ、それじゃああんちゃん、ちょっと付き合ってくれる？ん？どこに？どう？すごいでしょ。町の人みんなが一緒になってこのお祭りを盛り上げようとしてくれとるんやよ。へえ。あれ、明智くん。あんちゃん、稽古に参加しとったっけ？ううん、今日は見学に来とるの。明智くんこそお囃子で演奏するの？そう、小学生の頃からやっとるから人に教えることも多くて、でも楽しいよ。へえ、すごいね。こんなにいろんな人が一緒になってやっとるんやね。ここの山は神楽山といってね、13ある山の先頭を行くんだ。どこの山もそうだと思っとるかもしんないけど、僕は神楽山が一番すごい山だと思っとるんよ。すごいね、お祭りも明智くんも。もしよかったらお祭りの日、神楽山を見に来てよ。うん、見に行くね。これでもしあんちゃんが来てくれれば。もうすぐ大垣祭りやな。町内会が活気づいてきたな。そうやね、この間お姉ちゃんに稽古場に連れて行ってもらったの。そこに明智くんもおったの。明智くんもお囃子で出るんやって。いやー、多彩やね。なんなんやて、こないだから明智のことばっか褒めやがって。どうしたのよ急に。今年はお前を誘おうと思っとったけどやめとく。何、子供みたいに。勇気も少しは明智くんを見習ったら。明智って、うん、うるせえな。誰があんなコスプレ野郎を見習うもんか。何よ、分からずや。知らない。じゃあね。なんだよ。わあ、あん、始まってるよ。通りを13の山が練り歩くでしょ。からくり人形は中京圏の文化、山の上で人が踊るのは近畿の文化、合わさってその両方が見られるのが大垣祭りなんやよ。すごい。この後から来る相生山は知っとる？高砂山のこと？そう、その高砂はね、海を隔てた夫婦が時と場所を隔てても心が通い合うことを歌った歌なの。でも心が通い合っているからっていつも伝わっているわけじゃないと私は思うんやよね。あんちゃんもみんなが今日まで稽古をやってきたの見たでしょ。そうやって毎年毎年祭りの思いをちゃんと伝えていくんやよ。だから何か言いたいことがあるならちゃんと会いに行って伝えんとね。お姉ちゃん、私謝りたい人がおるの。行ってくる。
時お祭り来てへんのかな。どうか勇気に会えますように。ちゃんと会って話したい。勇気と仲直りしたいの。俺はやっぱりあんとお祭りに行きたい。来年こそはあんとお祭りを回れますように。勇気？え、あん？なんでこんなところにおるんやて。明智のお囃子見に行ったんじゃ。ごめん。え？こっちこそごめん。俺こそいきなり怒鳴っちゃって。今からでも、その遅いけど一緒に回らへん？そこでたまたま会ってね。それよりあんちゃん、ちゃんと伝えられたみたいやね。うん、伝えられた。うっ、これはまさか、僕の恋は日課で。どうしたの、明智くん。いや、これはまさに日課天下か。元気出しなって。じゃあさ、みんなで読みや見に行こうよ。来年も来れるかな。来れるよ。だってみんながこのお祭りを次に伝えていくから。